ちは、BA チャンネルの BA です。今日も見てくださりありがとうございます。今日は夏顔と冬顔の多肉の様子を皆さんと眺めていこうと動画を作りました。カーポート下の寄せ植え、花壇奥の花の寄せ植え、そしてベランダの寄せ植えの3部構成になっています。お時間のある時にアイスコーヒーでも飲みながらゆっくり見ていただけると嬉しいです。それでは屋根の下の寄せ植えからスタートです。最後までよろしくお願いします。BA チャンネル、まずは現在カーポート下に置いてある寄せ植えからです。撮影は7月の18日、冬顔の撮影は去年12月から今年2月にかけて撮影した写真を使っています。夏は風通しがよく比較的涼しいこの場所は、真冬になるととっても寒い場所です。なので今置いている鉢も氷点下になる頃には約2割の鉢を残してほとんどベランダへ避難させてしまいます。冬顔の写真を撮った頃はこの場所ではなくベランダで管理していた寄せ植えがほとんどです。夏の季節は葉焼けを避けるために遮光して太陽の光を制限するためにどうしても徒長しがちですよね。我が家で植えてある多肉のほとんどが普及種中心というのも関係しているんだと思いますが、この寄せ植えなども後ろの方が背が高くなっています。もともと大きかったダスティーローズがびっくりするぐらい大きく成長してバランスが崩れてきているのがちょっと気になります。この後秋になったらちゃんとしまった形に戻ってくれるのでしょうか。初めての夏です。雪だるま模様の木箱は夏に見るのはちょっと変な気分ですね。これから作るときに季節限定の絵柄は避けたいなぁと思いました。今年2月に後ろに入っていた白姫の舞を抜いて、初恋、レティジア、白ボタンを追加して手直しをしています。やっぱりセダムの寄せ植えはこうなっちゃいます。梅雨が来る前までは順調だったんですけど、長雨が続いた時に爆発してしまい、もう2匹のウサギは埋もれて見えません。この寄せ植えは長いです。手直しを幾度か繰り返してはいますが、解体工法に上がることもなく今日に至っています。きっと土は根が回って硬くなっていることだと思います。右端の一つが怪しい色をしています。コーン障害でしょうか。マーガレットレッピンの葉差し苗や小株苗で作った2つの鉢、今年5月に作ったばかりです。
もう見るたびに解体してしまいたいと思っていた寄せ植えです。4月に一部抜いて新しく追加多肉を入れて手直しをすると、解体候補のリストから今外れています。イリアの小株を他の寄せ植えで使ったために空きができていたところへ、今年2月センペルを追加して手直しをしています。このテラコッタはイタリア語の土と焼いたの2つの言葉が語源だそうです。表面に目には見えない無数の小さな穴が開いていて、水分や空気が通りやすく、多肉植物には向いている鉢のようです。100均のレザーカバーで作った寄せ植えです。同じく100均のイグサのバスケットで作った寄せ植えです。これは秋になったら解体したいです。我が家で一番大きなハンギングバスケットの寄せ植え、直径は38センチくらいあったと思います。重くて吊るす場所がないので、今は棚の上に置いています。チャンネルのホーム画面の写真にもなっているテラコッタの寄せ植え、植えてある多肉があまり季節によって紅葉しない種類が集まっているみたいで、冬顔とあまり変わらない印象です。一年中この場所で頑張ってくれています。同じくテラコッタの寄せ植え、葉挿し苗のベニチゴや種から育てた桜吹雪、枝の棒だけになってしまった姫秋麗などで、去年の秋、9月頃に作った寄せ植えです。テラコッタの鉢は大中小3個セットで購入したものです。春萌えは一年中綺麗な黄緑色です。この木箱は私が DIY を始めた初期の頃に作った木箱です。リトルミッシーはさすがに差し替えた方が良さそうです。屋根付きの木箱が作りたくて、ビールの空き缶を開いて作った木箱です。私が作ったので所々ガタが来て、しょっちゅう修理を繰り返しています。こちらは
一年中雨ざらしの姫おぼろ月の寄せ植え。真ん中の乙女心はカットしたので、下の子株が大きくなってきているところです。寄せ植えをした後で成長するに従って、こんなはずじゃなかったって思うことってありますよね。この寄せ植えがその一つです。絶対秋に解体してやると思っていた寄せ植えです。だけど、ピーチプリでの小株がうまく育ってきているのを見て迷い始めています。雨ざらしにして先日手直し動画を上げた果物かごの寄せ植え。あれからさらに下葉を落としてもう一回り小さくなった多肉です。なんとか踏ん張ってくれていますが、秋には解体かな。我が家で一番大きなリースです。リトルミッシーがモリモリですね。真夏に痛みが出てきやすいリトルミッシー。無事に夏越しするためにはどこに移動すればいいのか試案中です。すっかり夏姿のセンペルは、夏は強い日差しに弱いので半日陰で管理しています。BA チャンネル。一部を終えたところで動画が長くなってしまいました。多肉花壇の棚とベランダの寄せ植えは、次回の動画に分けたいと思います。もしよろしければ次回も見てくださると嬉しいです。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。今回も最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。